中日ドラゴンズの若き主砲、石川昂弥。彼は愛知県名古屋市の東邦高校へ入学し、3年生の春の選抜甲子園大会では、エースとして前5試合に先発登板しいずれも勝利投手となり、打者としても3本塁打を記録するなどの活躍で、東邦高校を甲子園史上最多となる春5回目の優勝に導きました。2019年に開催されたドラフト会議では、オリックス、中日、ソフトバンクの3球団が1位指名し、抽選により中日が交渉権を獲得しました。契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円で仮契約を結びました。2022年シーズン、石川選手は3年目になり、新打撃コーチに中村則博氏が就任しました。中村コーチは、石川選手と同じ高卒の右打者。3年目に8本塁打を放つと、翌年から日本球界では、13年連続2桁本塁打を記録するなど、球界屈指の長距離砲として、通算404本塁打をマークした。今回は、石川選手と中村則博コーチとの、師弟関係について解説します。この動画が良かったら、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。中村打撃コーチが、立浪監督から真っ先にお願いされたのは、期待の石川昂弥選手の育成でした。中村打撃コーチは、立浪監督からは石川を育ててほしいと言われました。映像などを見ても素材が良い。日本を代表する打者になるように。怪我が多いのでまずは強くなってほしい。あとは本人の意思ですね、と語っていました。秋季キャンプでは、付きっきりで打撃練習を指導。ノリズムを注入されると、フリー打撃では、同コーチが現役時代に使っていたバットを借りて打ち込みました。ノリさんのバットは僕のより長くて、ヘッドも軽い。ちゃんと扱えてないので飛ばなかったです、と苦戦した模様。それでも、中村コーチは、操作できるようになれば、いろんな投手にも対応できると思う。いろんなものに挑戦するのはいいこと、と探求心を評価しました。が、しかし、石川昂弥選手が開幕直前に乗り打法を断念したことを明かしました。バンテリンドームで全体練習前に約1時間の早出特打を敢行すると、ケース打撃では早速、清水投手の直球をセンター前へ弾き返す敵地だ。さらにまたも清水投手から痛烈な打球で三塁強襲の内野安打を放ちました。見てて、どうすか。今までにはなかった当たりですよね、と手応えを口にしました。実は昨週キャンプから取り組んできた中村則博打撃コーチの打撃理論が実践では合わず、直球に差し込まれる課題が浮き彫りになっていました。足ではなく、腕主導の打法を伝授され、昨週キャンプでは名古屋球場で柵越え連発の特大弾を見せていました。しかし、正直、練習では打てるけど、あれは試合では打てないです。僕はタイプ的に練習では1年目からもともとそうなんですけど、宇宙間からセンターへ綺麗に飛ばすというのが良い時の打撃練習だった。秋から、ノリさんのをやってみて飛距離も確かに伸びたし、そういう打ち方もあるんだなと思ったけど、実戦に入ると今までの自分の打撃スタイルと全く違うので、なかなか打てない。自分が練習でやりたいのは質のいい低い打球、と語りました。ここまでのオープン戦に全試合出場しているが、打率2割5厘、1本塁打、4打点と結果が残せず、ついに元の形に戻すことを決断。もともとトップの位置を早くパッと決めちゃってというタイプだったので、秋から動かしてやってみて、今までの自分の感覚と、教えてもらったようにやっていた感覚と、どっちがいいのかなと考えた時に、そこは自分の芯だったので、そこがなくなってきてた、と分析しました。そして、立浪監督も中村則博打撃論に苦言を呈しました。やっぱ飛ばすやつとドアスイングがセットやからな。外からガーンとこう。で、これ構えた時こうやっていつもこうやって、右肘出るのとこうやってた。こうやってやってる方が、こう、まあ入りやすいですよね。構えてこう腰振りながらこうやって、右肘こう、いるそうで。ノリはあいつ、こう構えて、こうつけたいですよ。で、こうが離れんようにして、こうつけたっていうから、それは今の若いやつは絶対真似できんと、無理やで、ここつけたまま。めちゃくちゃ器用じゃないですか。つけたまま。
やっぱこうね、流れたとこからとか、まあ、スローイングと一緒だな。はい、スローイングのこのここと一緒ですね、トップは。それでは飛び越えてるなんかな、はい、ってなあれはもう、大体そういうの前できないけど、立浪監督が言うには中村コーチの打撃論は今の選手には難しいようです。そして打撃フォームを戻した石川選手、それでも両者にわだかまりはありませんでした。中村則コーチとは基本ずっと話し合っています。しっかり話をしてこういう風でみたいなと石川選手は説明しました。今シーズン石川選手に期待がかかる中、やらなければいけないことは分かっている。今までは試行錯誤というか、いろんな形でやったが、それを固めないといけないので、それを今やってます、ときっぱり。進むべき打法が定まった石川選手。乗り打法をやめた石川選手。どのようなシーズンになるか、期待しましょう。